にちは、高橋優です。今日はご飯を作っていきたいと思います。今は妊娠34週目、あっという間に妊娠9ヶ月です。今スーパーに行ってきたので、スーパーで買ったものを紹介しながら今日作るご飯を発表したいと思います。皆さんもしよかったら最後まで見ていってください。それではどうぞ。スコッティの洗って使えるペーパータオル。私は布巾を使うのがすごく苦手で、ちゃんと毎日洗えばいいんですけど、すごくそういうのがなんか苦手で、これだったら何回か使ってポイって捨てれるし、使い捨てよりはまだ経済的にもいいかなと思っていつもこれ買ってます。単二電池、前世のおもちゃ、プラレールの線路、踏切とかとにかく走る本体の電池が切れちゃって、前世が昨日から電池って、電池ないってすごいアピールしてくるので、明日買うねって約束したので買ってきました。自分で電池があるところに行って単二電池を探したりとかするんですよ。でもそして、長ネギ、キムチ、このキムチは添加物が入ってない辛キムチ、ふっきりご飯、白しらす、豚バラブロック、これ何作るか分かってきたかな。広くいっぱい食べるかもしれない豚バラブロックを、今日は 700g ぐらい買いました。余ったらまた明日とかも作れる。グリーンリーフ、もう何作るか分かった。キュウリ、納豆、これはまあ明日の前世の朝ごはんかな。豆腐、前世豆腐好きなので、味噌汁に入れようかな。ヨーグルト、最近結構夜ご飯とか食べ終わった後にすっごくお腹いっぱいになって、寝る前まで苦しいみたいな、なんか満腹感の調節がうまくいかないんですよ。圧迫されてるからあんま食べれないはずなんですけど、お腹いっぱいになるのに時間がかかる、気づくのがすごい遅いくて、もういっぱい食べてしばらくしてから苦しくなっちゃうっていうので、朝控えめにしようと思って、でもすごいヨーグルトとかフルーツ朝食べるの最近好きで、ヨーグルト買いました。いつも大好きな炭酸水、友達からすだちをいっぱいいただいたので、冷凍していたりするので、それを絞ってすだちソーダにして飲むのにハマってるので、今日もしたいと思います。そして野外卵、卵は平飼い派です。オーツミルク、アルプロのにしてみました。リンゴジュース、飲みたくなるじゃん、たまに、全部たまに飲みたくなるから。毎日は正直最近は飲ませないようにしてるんですけど、実は今日週末っていうのもあって撮影しているのが、土日もあるからね、買っとこうと思って買いました。なんやかんや買って、合計今日は電池とかも買ってるから7440円。ということで冷蔵庫を備えながら、今日何作るか分かりましたか。今日はこの豚バラたちを使ってお家でサムギョプサルをします。イエ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 イ。ヒロ君がどんな気分で帰ってくるか分かんない、これでヘルシーな気分って言ってたらあれなんですけど、なんか今日すごくサムギョプサル食べたくなって、私がサムギョプサルを特段で作りたいと思います。とりあえずちょっとアイスのカフェオレを飲みながら、寒くなってきたんですけど、家で料理してると本当にいつも汗だくになるので、アイスでオーツミルクと、夏よく買ってたこの有機栽培のアイスコーヒーを混ぜて飲みながら作ります。まずじゃあ、サムギョプサルに欠かせない一緒に包んで食べたいネギサラダを作っていこうと思います。まずは長ネギを千切りにします。白い部分を今日は使います。こういう時買えばよかったと思うんですよね。千切り買った、持ってなくてブンブンチョッパーたちがあるんだけど、頑張ってなるべく千切りで切っていきます。そしたら長ネギはちょっとぬめりを取るようにじっくりと水に浸しておきます。キュウリのナムル風サラダも作っておきます。これはめちゃくちゃ簡単で私のお気に入りなんですけど、こんぐらい大きく切ったら、ここに塩をたっぷり入れて、あとは麺棒で雑に潰します。あと切っておく、これだけ。これに気分によってなんかごま油入れたりするんですけど、今日は醤油をちょっとだけ入れとこうかなと思います。私の大好きなめちゃくちゃ美味しいアルコールが入ってない醤油一緒に入れて揉んで、これ冷蔵庫に入れときます。めっちゃ美味しいよ。味噌汁はいつものかやのやのおだしに乾燥わかめ、おー溢れた、オーマイガー、肉まごなら乾燥わかめ入れて、豆腐入れて、あとはちょっとグズグズします。タレを作っていきます。
ニンニクを今日は2かけ分ぐらいいろいろします。前世はこういうタレとか辛いキムチ、ミニサラダは食べれないので、前世は味の薄い豚肉とキュウリとか食べさせたいなと。食べてくれるかな、野菜食べないんですけど食べさせたいなと。でもし豚肉もちょっと嫌がるんだったら、もうしらすとか、あとは人参も蒸しといて、人参も食べさせたいと思います。ニンニクすりおろした、ここにも大体同じ分量でごま油、みりん、分量だけどね、みそ、コチュジャン、入れてるけど少し砂糖、すりごまがいいかなと思ったけど、すりごまな、ちょっと混ぜて、これを混ぜておきます。電池が切れちゃったので iPhone で撮影してます。美味しそうな器に入れとこう。私の親友のあみちゃんからもらった有田焼きの器にこのタレを入れておきましょう。いい感じね、いい感じ。これとあとはごま油と塩のタレも後で作っていきます。そしたらネギサラダ、よく水気を切ることが大事そうですね。水っぽくなっちゃうもんね。こういう時に使えるんですよ、このキッチンペーパーが。野菜の水切りにも使えるし、切った後にもう一回洗えば使えるから、ね、便利だなと思ったら、ここに醤油、お酢、味見しながらやる、ごま油、なん、韓国料理でごま油めっちゃ使うな、いりごま、塩と砂糖、チンニョ、私もヒロ君も辛いの好きなので、あえます。味見するよ、もしかしたら薄いかな。もうお肉とキムチとかと一緒に食べるので、これもうちょっとやるかな。もうなんか本格的じゃない、ちょっと味見。うん、サムギョプサルに合いそう。ネギサラダも完成です。ヒロ君が帰ってきたら、帰ってくる時間が分かったらお肉を切ってスタンバイって感じなので、前世の蒸し野菜だけ作っておきます。いつもこんな感じでスティック状に切って、人参だけは好きなんですよね、野菜、緑野菜とか本当に嫌いなんですけど、あとはさつまいもとかじゃがいもはまだ食べるかなっていう。一気に作っちゃえば明日も使えるので、まとめてレンジで蒸しちゃうことが多いです。 OK、これめっちゃ簡単なんですけど、これマイヤーの電子レンジ圧力鍋、ここにお水をまあちょろっとこんぐらい入れて、蓋をして、でレンジで8分とかチンするだけ。あー、もうやることほとんど終わった。どうとっては YouTube タイム、中の赤ちゃんの名前をまだ決めてなくて、本当にどうしようかなと思って、どうしようか、なんて呼ばれたい。今だいたい 2000g ぐらい、32週検診の時は 1810g ぐらいって言われたので、もうちょっと大きくなってるんで、もうすぐ会えるね。いびきで決めるか、自覚もすごい気にするし、かっこいい名前を、向こうにあった名前を持って決めたいと思います。すごい動くじゃんあとは豚肉を切ります。本格的な感じだったらここをね、こっち縦に長く切って、机でホットプレートでやったらいいのかなっていう感じなんですけど、すごい机が汚れそうな予感がするので、今日は食べやすいサイズに切っちゃって、キッチンでフライパンで焼いちゃって食べようかなと思います。掃除大変だからね、結構ダイニングの机で私たち作業したりとかすることも多いので、パソコンとか嫌じゃないベタベタになった、美味しそう、じゃあ作りましょう。前世はつけたりせず、前世用にはこのぐらい切っておいて、こっちは味をつけておきます。塩と胡椒、これまたちょっとごま油でつけておきます。軽くね、仕込みがだいぶできたので、ゼンちゃんを迎えに行ってきます。前世帰ってきました。おかえり、おかえり、前世、前世、イエーイ、おかえり、ハロー、前世、ハロー、 How are you?何そのこれプラレールだ、プラレールの動画見てるのね、しゃべるようになったよね少しずつ。そしてですね、衝撃的な事実が判明しました。今
ヒロくん晩ご飯食べてきまーす。チキンでます。 Oh my god。 私はいつもご飯作る前に今日何時帰ってくるとか何食べたいって聞いてるんですよ。今日お仕事先の人とまあ一日一緒にいるし、なんか食べてる可能性もなきにしもあらずだなとか思いつつも、勝手にサムギョプサルねちょっと作りたくなったからもう用意しちゃってたわけなんですけども、今日まさかの前世との二人ご飯です。バイバイ。ヒロくんは明日サムギョプサルを食べてくれるそうなので、自分が食べる分だけ食べようかなと思います。気を取り直して料理をしていきます。ちょっと待っててね。肉を焼くだけですね。唐突なんですけど、皆さん今期のドラマでハマってるドラマありますか？私はサイレントにめちゃくちゃハマってまーす。さっきも見てて、もう号泣。前は号泣で、もう熱い。めちゃくちゃいい。あとメッセのやつから焼くね。完成でーす。美味しそう。食べます。ゼッセ食べようか。美味しい。じゃあゼッセこれ持ってってくれる？ありがとう。気をつけてね。気をつけてよ。ゆっくりね。大丈夫そう？大丈夫そう？大きく落ちたけど。あー、セーフやな。そんなに落ちてないな。食べよう食べよう。これも経験だからね。物を持つ気をつけてね。ちょっと卵を持ちすぎたね。いただきます。美味しい。これ乾杯。じゃん。パドルさんって、あの家で飾ってるレジンアートの職人さん、レジンアートだけじゃなくていろいろやられてるんです。グラスです。キャンプ仲間でもあるので。おいしい。このすだち食べてみようかな。ネギサラダ乗せて。いい感じ。いきます。うん、うん、めっちゃおいしい。肉食べれる？早くない？しかもご飯食べるのめっちゃ早っ。うん、もう？もうだって。あっちよ、あっち。暑いからね。暑いからお肉とドリンジーから食べて、下のランチもサムギョプサルだ。幸せ。美味しいわ。このつけダレがめっちゃ美味しい。正直びっくり。昼からの欲求が満たされて、めちゃくちゃ私は今幸せな気持ちで満たされております。ご飯の続きを楽しみたいと思います。今回の、私のこちらの動画良かったと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そしてブログとインスタグラムとツイッターもやってるので、そちらもぜひ概要欄から遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。